ママのブルコ、ママのブルコ、ちょっと変な形のママのブルコ、ママのブルワシだぞ。さて、どこにあるでしょうか。ペタ。ボビちゃん、ここだよ。ボビちゃん、ここだよ。ボビのブルちゃんじゃないな、これは。これだよ。私はここよ。ここにいるわよ。どうぞ。いや、本物が見えなきゃブルタンじゃないからね。こんなクルクルして誘ったって違うと思うからね。もうくしょー、バビのブルコを返してください。返してください。返してください。返してよー。返してよー。バビのブルコをママの足のくしゃいくしゃいに入れないでー。入れちゃったー。じゃあ返してあげる、靴下ごと。シュー、はい、どうぞ。もう靴下なんか入れちゃって、スリッパならまだしも、ママちゃんの足のくしゃいのがバリバリじゃないですか。どうやったら取れるかな。頭使ってごらん。企画改め、バビの頭使ってごらんの時間になりました。どうやって出すのかな。ちょっと引っ張って引っ張ってゲホってやって、もう一回口を大きく開けて引っ張って引っ張って、引っ張って引っ張って引っ張って、頑張れバンビ、頑張れバンビ、頭使え頭使え。脳みそ使ってますよ、今とっても使ってます、体も使ってますよ。そしてなぜマロンは耳だけこっちを向いている。はっ、マロンはあんまり興味がないんです。これが新品のおもちゃだったら出しますけど、でもちょっと見たくてたまんない。もう出せないよー。ママちゃんの靴下なんかべちょべちょにしてやるからね。バカ野郎、ママちゃんのバカ野郎、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 出してあげよっか。くしょう、くしょう、くしょう。わかった、靴下がボロくなるから出してあげる。もう。バビトーン。お手、お手、しません。バビタン、あ、もう、取っていっちゃおう。ママちゃんのばっかやろう。てやんで、くそったれ。鼻からピーナッツ入れちゃえ、ブス。